ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、モンパルナスの日。監督は、ジャック・ベッケル。1958年の作品です。20世紀初頭、結核を患い、酒と薬に溺れて、35歳で養成した、期待の天才画家、モディリアーニと、一途にその愛を貫いた、ジェンヌ・エビテュルヌの物語です。出演は、ジェラール・フィリップ、アヌーク・エイメ、ジェラール・セティ、リリー・パルマー、リノ・バンチュラほか、アラン・ドロンと並んで、フランスを代表する2枚目、フィリップと、映画史上、最もセクシーな女優と呼ばれた、エイメの共演。実際に、モディリアーニと交流が深かった藤田嗣治が、演技指導をしたと言われている、実話に基づくお話です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。